笹川平和財団というところは、財団と呼ばれるところで、社会課題を解決するためにいろんなプロジェクトをやっているところです。主に5つのエリア、分野がありまして、安全保障、それから海洋、それからアジア、 え、イスラム、それから、え、ジェンダーですね。男女平等を推進するために、え、いろいろな仕事をしているところです。え、お金を出したり、え、そういう仕事をやってる人と一緒にプロジェクトを作ったりしています。